川です。お前みかんちゃん若い、はい、なっちゃん、みかんちゃん、あ、はじめまして、腐ってもみかんという名前でラップをしてます。なんか太鼓の人とかもしやってくれたら嬉しいんですけど。あ、はい、全然おいおい、はい、じゃあちょっとなんか適当にやってます。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、いや、マイクチェック1、2、4。はぁはぁ、じゃあ始めます。いや、ここは都会のセントラル、一体何が善と悪かもわからないまま、俺はマイクを掴んで自分の思いの丈を、このまさに霞が関の中心で愛を叫ぶように。でも愛ってなんかなんてことも結局わからないまま、それでも口から出まかすかもしれないけど、こうしてラップをしてやる。いや、この瞬間に自分が生きてることを確かめることぐらいしか自分にはできない放射線、今もこの瞬間もどっかに降り注いでるかもしれない。その交差点だって目に見えないけど、こうやって人と人とがどんどんつながっていくのを実感する。その瞬間、その瞬間、瞬間の中にしか自分の居場所はないから、そうやって目に見えないものにもどん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 心を開いていくことしかできない。だけどそれしかできないなんて言ってる自分は、結局何かを犠牲にしてるけど、その言い訳を重ねてるだけかもしれない。だから結局こういうところに出て、自分と政治と社会との関係接点を見つける、そのための努力はやっぱり惜しんじゃいけない。だってそうしない限り生きていけないのは誰でも一緒なのに、自分がどん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 遠くなる感じだんか、なんかそういうことに全然目を向けていないから、こうやってどんどんつまらない日常が続いていく、生きてる意味すら全然わからないなんて嘆いているけど、一体何のためになんてことを考え出したらキリがない。だから今この瞬間感じるだけ、感じるだけなんつってるけど、それもやっぱり楽じゃない。でもこんな俺が悩んでるよりも、どんどん全然全然はるかに強大な悩みを抱えて生きてる人たちもいるけど、個人の悩みなんてもんは相対化できるもんじゃないなんて、はは、インテリぶった言葉を使ってるだけでごまかしてるような卑怯なやつにはやりたくないから、この場で自分の思いをつけるだけ。 Yeah、 あちらでのテロ、こちらでのデモ、ブランカン液晶、テレビを通じて消費されるニュース、見たびに憂鬱な気分になるのは俺だけ、かけらもないリアリティ求め、今日も携帯メールで絵文字を送信、彼女いない歴、年齢を更新、何か言われてもとにかく笑いよ、結局手に入らない、そう未来ならわったくないから、想像したい今自分に何ができるか、よりも本当は何がしたいか、戦後の歴史も生産しようとしない経産省の前。 Yeah、 俺は俺が俺であるためにここにいる。 Yeah、 津波は天罰なんつって、未だに原発推進してるようなやつが老害なんて言ったって、結局新党結成、これからまだまだ政治に関与するなんて、そんなの俺には全然想像もできないけど、結局そういうジジイもババもなんだかわからないまんま、この国への未来決めつけて俺らに残していくなんて、そんなの俺は絶対嫌だから、選挙に行く。だけどこんなタイミングで選挙なんてやられたって、結局全然どこに投票していいかもわからないまんま、それよりもここで転倒でこの場を選挙した方が全然勝てるんじゃないかって思うけど、でも実際やっぱり今目の前にはこんなに人がいないのってのはちょっと寂しいけど、いや、寒い中でもみんなこうしてとにかく集まった意志で何かを変えていきたいと思う。いや、はは、いや、一人一人の意志と気持ちとそういうものがどんどんつながっていけば、社会だってなんだって変えれるはずと思って、俺は25年間生きてきました。でも自分がその中で何をやってるのかっていうことをやっぱり振り返るといつも分からなくなってしまうから、分からなくなってしまうけど、それでも一つ一つ積み重ねる日々の中に答えを探す、誰かの教科書、誰かの書いた本、言葉なんて、テレビをつけても何も分からない、だから自分で自分の目で確かめたことしか信じないなんて言ってるけど、でもそのままじゃ全然視野が狭くなっていく一方だったりもするし、一体何が正しいのかなんてことはやっぱり俺には分かりゃしないけど、やっぱり原発なんていらねえって思いは一つあるからここに今
ます。Yeah. Yeah. 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 言いたいことなんて言ったそばから嘘になってしまうようなこの感じ、あやふやなまんまで続いてく日常なんてもんに振り回されたくはない、振り回されたくはないけど、その中を生きるしかない。Yeah. Yeah. どんどん自分が遠くなってく、そんな置き去りの自分なんて見たくもないけど、でも置き去りにして自分だけ自分だけっていうこの自意識だけが膨れ上がってく、この毎日答えはないけど、それでも一歩ずつ。まあそんな感じで、はい、ありがとうございました。結局もうちょっとやってもいいですか？大丈夫じゃあ、あと7、8分できますか？じゃあちょっとなんか激しめなのとかでできますか？8ビート的なので、あ、そんな感じで、じゃあはあ、はあ、答えがない、わからない日々の中をもがいて、もがいて、もがいてる日々の中に答えは一つずつ、一つずつ浮かんでは消えてく。まるでそれは波のような、この後悔の先に一体何があるのかなんてことは分かりゃしないが、それでも泳ぎ出す、漕ぎ出す、歩き出す、踏み出す、一歩走り出す、そういうことをやめられやしない。なぜなら俺は今ここで生きている、生きてるってことは否定しようのない事実だから、生きてるなら生きなくちゃいけないなんてよく分かんないことになってるけど、でもやっぱり生きなくちゃいけないのは事実だから、生きていくために何をするか、何で金を稼ぐか、どうやって人と関わるかなんてことに毎日頭を悩ませているけど、時給850円ぐらいでいらっしゃいありがとうございましたなんてことを口から出まかせみたく言うために生きてるわけじゃない。だけどそれをしなくちゃ生きられないなんて思うとやっぱり絶望したり手首を切ったりしたくもなるけど、でもそんなことやっても全然変わらないこの日常、曖昧な日々、一体誰に作られてる、誰に作られてると思うからやっぱりそこに反抗したくなるけど、見渡す限りビルビルビルの中で見失うだけ、見失うだけ、見失っても見失った、何を見失ったかもわからなくなってしまう、そのうちに気づけば大人になってしまうなんて、そんなの俺は絶対嫌だから、絶対嫌だからっていう気持ちだけを歌ってる、気持ちだけを歌ってるけど、それに一体誰が伝わるか、どこに伝わるかなんてこともやっぱり分かりゃしないけど、分かりゃしないのが人生なら、分かりゃしない中生きていくしかねえ、そういうことを思って、そういうことを思って生きてます。 Yeah。それでもどんどん続いていく、どこに向かうかも分かりしない、どこに向かうかも分かりしないけど、やっぱり自分が行きたい場所、自分が感じるようにしたいこと、そういうのを続けていけばきっといい方向に向かうんじゃないかって、それだけを信じて、信じてなんて言ってるけど、信じるしかねえ状況があるから信じてるだけで、信じてるふりしてるだけかもしれねえけど、それでもやっぱりそういうふり、強がってなくちゃ生きてけねえ、強がってなくちゃ生きてけねえ、弱みを見せたらその瞬間に食われしまうなんて、こういう緊張感の中を全然行きたくはないわけだけど、それでも強がってなくちゃ生きてけねえから、強がって意地張って自分が信じてるなんてことを言ってるけど、その信じてる自分すらも信じられなくなる瞬間があったりもするけど、 Yeah、 なんて青臭い悩みを、悩みを、悩みなんて言う価値もないことも知れない、言う価値もないことかもしれないような口から出まかせを吐いて、やっぱり今日も生きてる、ちっぽけな俺なんてビルを見渡せばそれとの対比で本当に思うけど、でもこんなビルだって宇宙から見たら
めちゃくちゃちっぽけで、太陽と比べたら地球もちっぽけで、なんて言ってるけど宇宙もいつか終わってなんてことを考えてたらキリがねえ、本当にキリがねえ、キリがねえ中、それでもいつか終わりが来る、その時自分が笑えるか、それがやっぱり自分にとっては大事。誰といるか、誰と笑えるか、何を共有できるか、生きた証を残せるか、どういう風に生きたいか、そういうことを考えた時にやっぱり原発なんていらねえってことはすげえ明白なことだと思うんだけど、一体何ができるか、自分にこの瞬間から何ができるか、それをもう一人一人が考えていけば、考えるだけじゃなく行動できれば、この場に集まることだって決して無駄ではないと思える日が来るから、その時のために一人でも声を上げていくことが大事だと思う、なんて説教ぶってるわけじゃなくて、一人でもやるっていうのはやっぱりそれをすることによって自分で自分を認められるようになるはずだから、それが自分を生かすことになる、そう思ってやってます。 Yeah。ああ、生きてりゃ難しいこともある、全然手に負えないこともあるけど、それでもそれでもそれでも手に負えないからって諦めちゃダメだ、諦めちゃダメだって言うけど、やっぱり諦めちゃダメって本当に言えるかって言ったら、やっぱり諦めてる自分がそこにいるから、でも諦めてることを信じ、諦めてる自分を認めるから諦めちゃダメだって言えるんだって。 Yeah。 諦めないために、生きるために、さやかでもいいからこうやってマイクを掴んで歌ってる。 Yeah。 マイクを掴んで歌ってる。俺の頭に浮かんでる景色を全部言葉で説明することができないこのもどかしさの中、それでも手探りで泳ぐからこそ、口から出た言葉の中に何か意味があったり、誰かにつながったりする可能性があるんだと思って、俺はそれを信じてる。 Yeah。あいつはクソだと罵ることで誰かそのクソさ加減がどっかから消えてしまうんだったら、それはそれでいいかもしれない、でも本当はそんな単純な世界じゃないかもしれないから、俺は別にドイツが悪いとかそういうことを言うつもりはないけど、でもやっぱりこの状況はおかしいはず。この状況を変えるために自分だけでできないから、こうやって人と関わったり言葉を重ねたりしてる。 Yeah。もう大体言いたいことなんて言ってしまったし、一体なんか自分がなんでここにいるのかなんてことはどん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 おぼろげになっていく感じがするけど、まあそれもそれでいいんじゃねえのっていうことで、はあ、ラップとか聞きませんよね普段ね、なんかまあ面白くこういう表現方法もあるっていう、まあ言いたいことを言うだけなんですけど、よかったよ、ありがとうございます。まあこんな感じです、ありがとうございます、ありがとうございました。クサッと見た。僕がここの企画を初めて撮った時からこういう人に出てほしかったですね。本当マジで、これマジで、ね、ライブハウスとかでもずっとなんか原発の話も何もできない。でもなんかおかしいじゃんと思ってるのになんか言えないのかな、気持ち悪いなと思って、ここでなんか何でも分かんないなりに、分かんないでもいいからなんか言ってほしいんだよねって思って、でラップが出たのはね、実はですね第1回目がね飛び入りで出たんですよ、でね
第1回バカ野郎バカ野郎飛び入りで行って、あの名前知らなかったんだけど飛び入りで出たその人と、あとはあてっちゃんぐらいだね、火炎瓶ですぐらい、あのれそう、でもねラッパーはねちょっと欲しかったんですよ、うん、ええ、いいですね、エミネムとか聞きますよ、あだブルーハーブ、ブルーハーブ、この間ブルーハーブ見てかっこいいなと思って、うんうん、いや良かったです良かったです、ええ、素晴らしい素晴らしい。